今日はスペシャルゲストをお招きしています。アメリカと日本のスタバで働いた経験があるという現在アリゾナ在住のマメさんにお越しいただきました。マメさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。前回リオさんたちと一緒にスタバのメニューについてお勉強するという企画をやったので、はい、今回はせっかくメニューをお勉強したということで、実際にこうオーダーをしてみる際にですね、でどんなところを、はい、注意したらいいかみたいなことをですね、こうバリスタの経験のあるマメさんに伺っていきたいと思います。マメと申します。2019年の11月末ですね、に日本からアメリカアリゾナ州に引っ越してきまして、パネラブレッドで働き始めて、キャッシャーとして10ヶ月ぐらいだったかな、働いてて、でその後スタバのバリスタとして 2年ぐらい働いて、ちょっと今別の仕事してるんですけど、今も結構こう接客で話す仕事をしてます。で日本でもバリスタを3ヶ月ぐらいしてたことがあるので、スタバですね、はいはい、マリスタの違いとか結構楽しみながら私もスタバで働いてました、こっちで。なるほど、はい、なんか注文を受ける側から聞いた場合にね、どういう言い方が注文取りやすいっていうか、間違えないっていうか、なんか言い方とかがあったら教えてもらえませんか？そうですね、アメリカのお客さんはCan I getとかCan I haveから言ってくれるので、こっちもオーダーするんだっていう気持ちになって体制に入れるので、Can I getCan I haveから始めるのがいいかなと思います。でその後にサイズ、ホットかアイスかを伝えて、で商品名で、もしそのお砂糖を添えてくださいとかそういうことを言いたかった場合は with でその後つける感じが一番いいと思いますね。Can I have tall ice mocha with hazelnuts みたいに言えばいいの？あ、それでも全然通じますし、ヘーゼルナッツモカってもう最初から言っちゃっても通じますね。with の後は結構オートミルクとかライトアイスでとか、アイス少なめとかエクストラアイスとか、そういうのを付け足す方が多いイメージがありますね。グランデサイズのキャラメルマキアートホットで、Can I have a grande hot caramel macchiato って言えばいいの？です、完璧です。はい、それでも完璧です。先にホットかアイスかとサイズを言うのはすごい助かるのが、そうです。例えばトールとかグランデって言われたら、グランデのホットのカップを取って、そこに商品名キャラメルマキアートとかかけるので、なるほど、順番がこういうのだととても気遣いがあって素敵だなと思いました。確かに作る側としてはどのカップから始めたらいいのかって知りたいよね。トールとかグランデとか言って、ホットかアイスを言って、商品名を言って、その後他に何かエクストラでつけたいことがあれば、ウィズでもう付け足してもらってっていう感じで。Can I get grande iced caramel macchiato with oat milk please? とか言って、そういう風に。あー、なるほどなるほど。そうなんだ。そうすればバリスタさんも心の準備みたいのができて、こう、そうですね、注文取りやすい感じ。そうですね、ホイップクリームとかね、いろんなカスタマイズありますけど、それが一番スタンダードかなと。なはい、でじゃあホイップクリーム欲しいときは with ホイップクリーム please みたいな。はい、で今さっきアイスっておっしゃってたけど、ってことはアイスが欲しいときはアイスじゃなくてアイスっていうのが正解？そうですね、アイスとですね、確かに D ついてます。はい、なるほど。カプチーノのなんか一番大きいサイズのカプチーノをホットでホイップクリームみたいな注文しようと思ったら、The、Can I get 一番大きいのだからベンティですね、ベンティホットカプチーノ with ホイップクリームって言えばいい、完璧です。はい、本当。そしたらはいってなります。この順番で来てもらえれば、カップにこう四角い欄があって書く順番とかもあるので、その順番通りだと思いますし、ほぼ、その他にね、日本人が英語で注文する時とかに何か注意しなきゃいけない点とか、もしあったらそれも聞かせてもらってもいいですか？
アジア人のお客さん声が小さいんですよね、うん、チャイだったりとかするのか分からないですけど、うんうん、ちょっと声が小さめで、まあ、特にパンデミック期間というのもあって、うん、そのプラスチックの板で全然聞こえないっていうのがあって、そうだそうだ、そう、あとマスクとかも前はありましたしね、そう、それでよく聞こえなくって、なんか、え?みたいな感じで聞き返されるっていうパターンをよく見かけてたので、まあ、私も実際接客するときに、あ、聞こえない、どうしようってなるときが結構あったので、大きな声でもうはっきりと伝えるっていうのはすごい大事かなって思うのと、うん、あと発音で言うとオートミルクとかって、うんうん、私アーモンドミルクもそうなんですけど、うん、日本語の発音と全然違うから最初めちゃくちゃあのアメリカ人のお客さんに通じなくって私、うん、苦戦したんですよね、うん、なんか例えばオートミルクだと最初はなんかオートって言えばいいと思ってたからオートミルク、うん、オートミルクって言っててもみんなホールミルクに聞き間違えちゃって全然通じなくって、なるほど、ホールミルクにね聞こえるらしくて、うん、だから O はちゃんと O うって言わないと通じない、うんうん、O なおくってちゃんと言わないと通じないんだなって発音で思ったんですよね。例えばね、私思うのは自分の名前を言わなきゃいけないじゃない、うん、名前書いてもらうときにね、私なんか花だから割と皆さん知ってる名前だからいいけど、高一郎とかさ長い日本語の名前をどうしてんのかなと思ったんだけど、名前は本当難しいですよね、うん、これは私が唯一スタバで働いてて慣れなかったのが名前で、世界からいろんな人が来てるからそう、いろんな名前があってどっちかというとニックネームで皆さん伝えた方がスムーズかなと思ったりしてて、例えばあゆみさんとかだったらもうエイミーさんとかにしちゃうとか、うん、そうね、方がいいかなと、うん、なんか最近スタバのアプリで買うと名前がねすでにこう出てたりするんですよね、聞かれなくても。そういう場合もあるんですけど、そうですね、名前を言わなきゃいけないってなるとやっぱ、うん、さっき花さんがおっしゃったみたいに、うん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 、ちょっとアメリカでなんかこうよくあるような名前にすると間違われない確率は高いかもしれないです。そしたらさらにちょっと応用編みたいな感じで、こういうことをこういう聞き方とかこういう質問をするとバリスタさんに喜ばれるみたいなこととかはありますか？オーダーではないんですけど、やっぱりこうチップの話になっちゃうんですけど、なるほどなるほど、うん、日本にはない文化でそのチップってね、うんうんうん、あんま根付いてないんですけど、うんうん、とか全く文化が違うからないんですけど、うんうん、やっぱ接客がすごく良かったなとかなんか嬉しかったなって思ってくれたら、うんうん、まあ、1ドルでもあのチップをもらえると、うんうん、よしってやる気にはつながり、ああなるほどなるほど。あとはやっぱその、うん、いろいろ皆さんいろんなライフステージの中で仕事されてるし、そのドリンクを買いに来てっていうのがあると思うので、まあ、すごい接客が良かったなとか思ったら、うんうん、ちゃんと素直にそれを伝えてくれたりすると、うん、こっちもすごいやる気出たりしますよね。例えばなんか美味しかったよとか、そうですねとか、うん、なんか You made my day とかなんかそういう風にこうあなるほどなるほど言ってくれると、うん、なんかこっちも、うんうん、あ本当ですかみたいな感じにこうちょっとやる気モチベーションにつながったりはすると思いますね。ちなみにね、アメリカのスタバの場合はなんかみんなに喜ばれるっていうか、これは人気のドリンクですごい多くの人が飲んでるみたいなのはあるんでしょうか？リフレッシャーズはすごい人気でしたね。で多分リフレッシャーズ、はい、ないんですよ日本のスタバに。そのストロベリーアサイリフレッシャーズとかマンゴードラゴンフルーツとかエナジードリンクみたいな感じですね。あのジュースなんですけど、まあ、それをちょっと水かレモネードか、あとはココナッツミルクとかであの半分半分で薄めてシェイクで振るんですよね、シェイカーで。で、うん、あのストロベリーだと実際のドライストロベリーが入ってるし、マ、うんうん、ンゴーだとあのドラゴンフルーツドライしたやつだね、うんうんうん、そういうのが入ってて、まあ、結構美味しいのでそれはすごいやっぱ人気ありますね。それおすすめ？あの美味しいです、ぜひ試してもらいたいです。ストロベリーアサイリフレッシャーズとココナッツミルクが混じったやつをピンクドリンクって通称呼ばれるんですけど、うんうん、ピンクドリンクぜひ試されてください。おいすごい美味しいので。それって、はい、ピンクドリンクくださいって言えば分かるお店の人？分かります分かります、はい。本当？へえ、うん、じゃあそれはあの日本にはないメニューだけどぜひアメリカのスタバで、はい、試してもらいたいドリンクっていうことですかね。そうですね、日本と一緒のメニューとかだと、うん、キャラメルマキアートとかやっぱりすごい人気ですよね、うん、こっちのお客さんはキャラメルのドリズルって言ってあのシロップを、うん、あこの前まで動画で言ってたね、そう、うんうんうん、あれもうすごいんですよ量が本当にそういうのをさなんかかけすぎないでとかっていうこともできるの、うん、あそうですね、その時はもうライトドリズルとか言うと、うんうんうん、
ってくれるし、もう本当にそこにたまるぐらいドリズル、そのキャラメルソース欲しいときはもうエクストラエクストラエクストラドリズルでみたいな感じで言うとガーッと乗せてくれる。あ、本当。今までね、そのアメリカのスタバで働いててね、なんかびっくりした体験とかある？ありますね。やっぱなんか日本に比べると甘党が多いんですよね、うん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 、すごく常連のお客さんだったんですけど、その方は来るたびにフラペチーノを買う方で、うん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 、でそのベンティサイズ、一番大きいフラペチーノのサイズにエスプレッソショットを5ショット追加、ミルクはハーフ&ハーフっていうちょっと濃いめのやつで作って、シロップですよね、その時はヘーゼルナッツのシロップがもう元から入ってるやつだったんですけど、それにプラスしてクラシックシロップを10パンプス、キャラメルドリズルを周りにかけて、でエクストラホイップクリームでって言われて、もう蓋閉まらないんですよ。上にスプリンクルスって言って、あのお砂糖ですよね、だから、うん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 、あれをエクストラでって言われてガーってかけて。 そのお客さんは男性女性？男性です。男性でそんな甘いの飲むの？そうなんですよ。しかも来たのが夜とかで、今からその砂糖のカフェインの量を取るんだと思って、寝れますかとかつい聞いちゃいましたよね。若い人？20代後半から30代前半じゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱり体格もいいんでしょうか、そういうのを飲む人っていうのは。その方は割と、うん、あのアメリカ人としてはまあ小柄な方だったと思うんですけど、あ、そう、うん、そんなの飲んでたらなんかめちゃめちゃお太りなのかなと思っちゃったんですけど、そんなことなかったです。なんかアメリカってピンキリっていうか、いろんな人もいるし、うん、いろんなオーダーもあるし、面白いんじゃないかなと、うん、アメリカはあのコミュニケーションっていうか会話の量が多いので、すごい面白いなこの人っていう人に出会う確率が高い気がしますね。あー、なるほどなるほど。なんかちなみにね、普通にスタバに行ってね、はい、今ちょっとドリンクの注文の仕方をさっき、うん、あの確認したんですけど、そのちょっと前とかにちょっと軽く雑談みたいなのがあったりとかもするじゃないですか。でそういう時はなんかどういうこと言っとけばなんか無難っていうかなんか日本だとさ、今日はいい天気ですねみたいな、なんか決まったフレーズあったりするじゃん。でもそうですね、スタバはなんかそういうのあるんでしょうか。どうですかね、まあ、ビジネスどうなのみたいな感じで、例えばなんかこう Hi, how are you? から始まって、こう会話がちょっと始まって、うんうん、ちょっと気まずい雰囲気になったら So みたいな感じで、How's your business go today? みたいな感じで、今日は忙しくて朝すごいたくさん人がいてとか、でも今ちょっとスローになってきたよとか、そういう会話が繰り広げられたりとか、うんうん、そうやってなんかこう適当に間を持たせるみたいな感じ。はい、マメさんはアメリカで働いてみて日本と違うなと思ったとか、なんか勉強になったなとか思うことがあったら教えてもらえますか？あ、もちろんです。全体的にやっぱお客さんとの距離がアメリカの方が近いなっていうふうにすごく思いますね、うんうん、あ、なるほど。分からないこととか、うんうん、隠さなくていいっていうか、例えばシロップが売り切れでなかった時とか、日本だと本当申し訳ないんですけども、うんうん、今日売り切れてみたいな感じで多分方多いと思うんですけど、まあ、アメリカだと、うんうん、ちょっと今日もう売り切れちゃってないんだよねっていうところから、こう会話が逆に広がって、お客さんの方もあ、ちょっと今なんかこうね、いろんなのが不足してたりして大変だよねみたいな感じで、こう世間話につながったりとかすることが多いので、うん、気さくな感じで結構明けっぴろげにしてても大丈夫みたいな感じですね。そうですね、うん、そういうイメージがありますね。これはもうこれから多分アメリカで働く方とか海外で働く方になんですけど、うんうん、英語はもう間違えてもいいから、うんうん、とにかく話すっていうのがすごい大事だなって思ってて、多分なんかそうね、間違いとかあんま気にしないじゃないですか、こっちらの方って、うんうんうん、どっちかっていうと何を話してるかっていうのに耳を傾けてくれるので、もうそのマインドセットでもう間違えてもいいから、とにかくもう自分が言いたいことを伝えてみるっていうのとかすごく、うん、大事で、やっぱそういうとこは日本とまた、ね、違うのかなって思ったりはしますね、うん、なるほどね。マメさんは最初からそんな積極的に話しかけられる方だったんですか？いや、私は本当に毎回仕事に行く前に、今日はちょっとお客さんに How are you の後にもう一言何か言ってみようとか、毎日ちっちゃい目標を作って、ちょっとずつちょっとずつ、もう本当に英語全然あれなので、あの、そうです、ちょっとずつちょっとずつっていう感じで今に至ってます。なるほどね。いや、でもすごいですね、そういうこう自分に
こうステップを課して、それを小さいステップをクリアしながらここまで来たっていう感じですね。そうですね、なんかこう見失わないように、そうですね、毎日ちょっとでもいいから、ちょっと昨日、あ、こうダメだったなとか反省するとかあったら、じゃあ今日はちょっとでもいいからちょっと前に進めるようにしてみようみたいな感じで、ちょこちょこですね、はい、なるほどなるほど、はい、大体マメさんぐらいのなんか若い方たちでアメリカに行きたいなとか、英語を話せるようになりたいなって思うってる人がひょっとしたら見てるかもしれないので、なんかいいアドバイスとかがあったら最後にお願いできますか。はい、ですね、まあこれは接客業しか私経験してないので、こう接客業の目線からなんですけれども、最初ってやっぱ日本から来た時って、いかにこう英語が上手な人でもやっぱこうちょっと体が硬くなるっていうか、特にスタバとかでこう会話を始めるってすごく勇気がいることだと思うんですけども、Hi, how are you? をきちんと店員さんに言うだけで相手の印象とか相手の態度ってガラッと変わるので、それは実践されてみると面白い会話とか生まれるんじゃないかなって思います、はい、あとはもう目を合わせて、もう大きな声で間違えてもいいから堂々と言うっていうのを心がけると、なんだろう、いい体験が作られるっていうのが自分の経験からですねあって、もうあとはもう毎日のマインドセットとしては、やっぱアメリカっていう国とか、まあ、海外そうなんですけど、自分が生まれ育ってないところで一から築き上げなきゃいけないとなると、もう本当に赤ちゃんと一緒なんですよね。そうだからもう自分を責めないで、毎日ちゃんと呼吸して生きて、ここで頑張っていこうと思ってる自分をもう褒めるっていう。偉い偉いみたいなね。そうです。それだけで結構自分に自分が励まされて、じゃあそうだそうだ。そうですよね。明日はもう一回スタバに行ってチャレンジしてみようとかなって、その2年後3年後とか5年後10年後に大きな成果として違うステップにつながると思うので、本当に、ね、自分が頑張ってて素晴らしいってことを認めながら、皆さんも海外生活を楽しんでいただきたいなと思うんですけど。はい、ありがとうございますね。マメさんはいずれは通訳者さんにもなりたいっていうふうに伺ってるので、はい、ね、さらにステップアップして、私もちょうど今通訳者目指して頑張ってるところなので、はい、ぜひ一緒に頑張って上手な通訳者になるように。もう花さんに少しでも近づけるように頑張りたいと思います。あ、いえ、とんでもない。すぐ通訳者さんならすぐ私超えると思いますので、ね、まあ、また一緒に頑張って、いきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、今日本当にお招きいただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではまた。はい。